ちゃん、うん、だけにしてくれよ。そう、この女あえなんは実はこの高級車レンジローバーに乗っていたのだ。あーちゃん、見てください、あーちゃん、レンジローバーなのに本がないの、なんでな。あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、かっこ、かっこよくなくなってる。もうかっこよくない。もうかっこよくない。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、何ですか、あのサブちゃんは。私は皆さんに言わなければいけないことがあるの。はい。覚えているかしら、2年前ほど、前ほどに USB vs ファミリーカーで USB? ユニバーサルスタジオババンになって。SUV を買うか、うん、はたまたファミリーカーを買うかというサブチャンネルで、うん、激論をいたしまして、はい、ついに見つけてしまったんです。はい、これだっていうもの。この車何ですか。これはレンジローバーという車です。イエイ。いや見てよ、マジでかっこよすぎる。見てくださいよこれ、やばいでしょ。ちょっと細部を、降りて細部をさ、いいですか、うん、いろいろね、紹介していこうと。まず前、前面、これですよ。こちらまずヘッドの部分がですね、ヘッドライトの部分、とても美しい光り方、レンジローバーの中で一番新しい型ですね、これは。レンジローバースポーツの中で一番新しいモデルを購入いたしました。はい、これはすごいんだよな、はい、このね、お顔がとってもかっこいいんですよ。うん、ごつすぎず、スタイリッシュすぎない、このすごくちょうどいいバランスをしているこのフォルムですね、うん、はい、とてもかっこいいです。そして、ウインカーやってみて、ウインカー、あ、ウインカーですね、ウインカーいいから、はい、これね、ウィン、ウィン、ウィン、アイラインみたいに、でかい、かなり大きいですねこれは、うん、NBOX を乗っていた私からするともうありえないぐらい太ったみたいな感じですで、注目していただきたいのはこちらタイヤです。うん、タイヤをここシルバーなんですけど、うん、黒に塗りました。お、黒の方がかっこいいからです。うん、まあ、中ちょっと見てみる、うん、中見てみてください。中はね、こんな感じと、そう、全部自動です。川だし、今、まあ、この辺も、まあ、かっけえぞと、ここもモニターなんだよね、うん、ハンドル、レンジローブ、ワオ、チャイルドシート、こっちもです、こっちもです、こっちもです、ということです。紹介してくれるんですか、ありがとうございます。これ上が開くんですよ、サンルーフで、うんうん、ちっちゃい時憧れてたやつ、それいいよね、うん、実質ちょっとしたオープンカー、そう、なんでこんないい車を黙って置いたんですか。いや、どのタイミングで言えばいいんだろうって分かんなくなっちゃったの。うん、確かに俺らっぽくなさもありながら俺らっぽさもあるね。まあでもちょっと渋いよね、レンジローバーっていう攻め方。なんかベンツとかさ、 BMW とか、うん、聞いたことありがち、うん、レンジローバーってちょっとだけ分かんない人多そうじゃん、うん、なんとなくね。いや、マジででかいからね、これ本当にでかいから、ね、響くからもういっぱい叫んじゃう。再生すれば目で、まあ、この車はこの車は誰のものなんですか。はい、誰のものなんですか、この車は。夫婦、はい、はい、こんな感じになっております、中は。いやいいね。だよね、聞いてください、これね、あやなんの車なんですよ。うく、まあでも僕はそんなに
あのこっちにいなくて、いないですから、あんまり乗らないっていうか。そう、まあまあ私が働いて貯めたお金で買いましたっていうことです。そうだね。はい。去年の冬ぐらいに買いましたね。うん。あーちゃん、かっこいい。かっこいいね、あーちゃん。うーくんは買えば？こんなさ、巨大な車に乗ってる女、いないよ。うん。確かに。だって女はさ、うん、だいたい運転下手じゃん。でもあーちゃんは、くる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 運転しちゃうからさ、うん、かっこいいね。ほんと？どう思うのかな、みんな。いいじゃんって思うけどね。うん。うん。いや、いいの買えてよかったねって感じです。本当にね、うん、1年以上悩んで、いろんなところ試乗しに行って、うん、本当に、こう、揺れが少なくて、走りやすくて。そう、それはでかい。揺れが少ないよ。そう。いや、この車を、ついに公表する時が来たとはね。ね。いや、なんかね、嫌だったんだよね。いやらしいから？そう。なんか黄色のあの可愛い N-BOX 乗ってるのがシバナンっぽいじゃん。ああ。そうそう。けどあの N-BOX は今岡崎にあるんだよね。そうだね。そう。で、俺がたまに乗るかな。この車好き？ん？この車好き？あん！大丈夫。あ、車って言うもんね。うん。駐車場で。そう。自分の車って分かるんですよ。全部自動、ここ全部タッチパネルなの。それが超かっこいいんだよね。この、これとかもパネルなの。冷房とかも。冷房。ここで。かっこよさげなんですよね。そうなんですよ。いやー、ついに公表しましたね。うん。いやー、恥ずかしいね。いや、堂々としていいと思うんだ。うん、だって自分たちが良くて買ったものだったじゃん。ちょ。行くもん、行く。マジで、本当に大事に乗ってます、私は。よかったね、あーちゃん。よかったね、あーちゃん、ちゃん。マジ、クッパクッパクッパ。わかる、クッパ運転してる感じ。そう。前までピノキオだったのにね。ここ、小さい子って、うん、ここ、こう、上がでるでる、そういうこと、一瞬、どうぞ、だからでらす。はい。なんが、なんが説明したね。上で、うん、どこ、うん、どうやピーがあって、うん、こうやって、それピー、ぐるぐるです。あー、どこでーす。ここ押したらどうなるんですか？ここピーです。おお、上が来ますね。こっちどうでーす。ここ開くんですね。すごい。これでね、ドライブとか行くと気持ちいいんだよね。ここでーす。はい、ということで、レンジローバーでした。はい。おしまい。ちょっとね、恥ずかしくてずっと言ってなかったんですが、ね、まあ、ついに、まあ、結構ね、だんだんこの車にも慣れてきて、うん、落ち着いた状況で皆さんに報告ということでした。はいはい、頑張ってね、自分の欲しいものを買うというのは素晴らしいことですから、あんまりこう、否定的に捉えないようにお願いします。うん、バイバーイ。じゃあねー。じゃあね。